これから7回ホークスの攻撃です。一方バファローズはピッチャーが変わります。背番号15佐藤、予定通りマウンドに上がっています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。バッターは柳田、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。バファローズ1点リードで迎える7回です。さあ3球目は何か。いいボールですね。はい、低めのストレート、ストライク。ここはインサイド落ちました。これはどうだ、アウト、ワンアウト。バッターボックスには指名打者のエスパイネ、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。ワンアウトランナーありません。ワンバウンドヒットになりました。デスパイネ今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウトランナー一塁となりました。厳しいコースだったんですがうまく打ち返されてしまいました。まあいいコースには行ってるんですけどね。打順は5番栗原、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。高め見送っています。落としました。外れます。変化球打った、サード正面掴んだ、二塁送球、二塁フォースアウト、ランナー一塁はそのままです。6番バッターグラシアル、前の打席ではフォアボールを選んでいます。初球打ち掴んで3アウト、ランナー出ましたがホークス得点はありませんでした。8回の表、7番から始まるホークスの攻撃、上林がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。バファローズ1点リードで迎える8回です。高め打ちました。大城抑えてワンアウト。打席には1番バッター牧原、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。いいストレートですね。はい、低めストレート、空振りでストライク、見逃し三振。打席には9番バッター甲斐、先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。打ちました、ショート取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいホークスでしたがここは三者凡退に終わっています。1対0バファローズが1点をリードしています。小宮山さん、点差もないことですしこの場面のピッチング非常に緊張感のある勝負になりそうですね。そうですね、まあ、ただもう抑えがということですから全てを任せるということですよね。ベンチの期待に応えられるんでしょうか。さあ4球目は何か。これはバット出ず三振です。まず1つアウトを取りました。打席には2番バッター中村、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。佐藤、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。いいボールが行きましたね。はい、変化球が決まっています。まあ次のボールが勝負ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。インサイド、打球はライトへ、ここは打ち上げています。ライトが取りました。ツーアウトです。打順は3番柳田、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れている。初球打ち、内野フライ掴んでアウト、これで3アウト、試合終了。